すいません。え？ここから宇多宮までどれくらいかかるか分かりますか？宇多宮？ええ。岩手県の？はい。そのバイクで？ええ。1時間ちょいってところかな。1時間ぐらいですか。割と近いんですね。じゃあ日の出までには着けますね。うん、ちょうどって感じだね。わかりました。どうもすみません。ですか。岩手の方では梅雨入り宣言の途端に毎日のように雨が降って、さすがの私もうんざりです。でもこの梅雨が明けたら大好きな弘明さんが会いに来てくれるのかと思うと、少しでもいっぱい降って、その分早く梅雨が明けたらいいななんて考えています。変わらないのにね。東京の方の雨はどうですか。私は仕事場まで歩いて5分くらいだからまだいいけど、ひろあきさんは自転車で15分だから大変ですね。そういえば前に私、自分の街が嫌いって言ったけど、この間一つだけ素敵なところを見つけました。本当は秘密にしておきたいんだけど、特別に教えちゃいます。それは会社に行く途中の国道の小さな通りから見た時の私の街なんです。特に日の出の頃なんか、あの小さくて汚い街が澄んだ朝日の中にくっきりと浮かんでいて、まるで遠い昔に読んだ詩集みたいで、すごく好きになりました。ひろあきさんにもぜひ見てほしいな。会える日を楽しみに待っています。大好きなひろあきさんへ、織部みゆき。あー降ってきちゃったよ。やべ、俺今日傘持ってきてねえんだよな。夕立ちだよこりゃ。もしかしたら梅雨明けかもな。そういや俺のおふくろもよくそんなこと言ってたな。雷が鳴ったら梅雨明けだって。へえ、俺もおふくろから聞かされたんだ。そういや今頃信州の山の中でこの音聞いてんのかね、おふくろも。おふくろか。なのぶお。え？お前ボンも田舎に帰んないのかよ。帰んないよ。なんで？親が寂しがるんじゃないの。いいんだって、俺なんていなくなってせいせいしてるよ。そういうもんじゃないだろう。
じゃあどんなものよ。ほら、親は生きてるうちに孝行しとけってよく言うだろ。まあそりゃわかるけどね。笠井くんいる？あ、はい。あ、よかったわ。遅くなってごめんなさいね。お父さん集金に行ってるらしくて捕まんなかったのよ。あ、じゃあ明日の有給ダメですね。うん、大丈夫言っちゃっても。だってご両親の命日なんでしょ。はい、命日。それから明日行く前にちょっとうち寄って、お供えのお団子作っとくから持って行きなさい。え、そんな悪いですよ。何今さら遠慮してんの。でもいつもだし。いいのよ気にしなくて。ねえ、うん、ひろあきの親死んでるの。うん。いつ。5年前。5年も。何驚いてんだよ。だって驚くだろ普通。俺あいつと知り合って2年になるけど、そんなこと全然お首にも出さないでさ。5年も前に親が死んでたんだぜ。俺てっきり地方出身者とばっかり思ってたんだ。偉いよな、泣き言一つ言わないもんな。ねえ千春ちゃんもそう思わない？それって、うん、わざわざ呼びつけといていうことかしら。いや別にこれが今日のテーマってわけじゃなくて。ねえ、はい、私の言いたいこと言っていい？いいよ。あなたって友達思いで本当にいい人だと思うし、私にもきっとすごく優しいんだと思うわ。でも松下君の優しさって本当の優しさじゃないのよ。ああ。これからはあまり電話しないでね。あ、ちょっと。あ、私払っとくわ。じゃあ。え。笠井です。あ、私。あ、みゆき。え、もうそんな時間？ごめん、10時なんだ。うん、出るの遅いからいないのかと思っちゃった。いつもはすぐ出るじゃない。うん、ちょうど仕事が一段落したから手洗いに行ってたんだ。仕事？うん、仕事。仕事って削ったり色塗ったりくっつけたりする仕事？えへへ、その仕事。ねえ、今度は何作ってるの？なんだと思う？この間がウルトラマンだったからわかるかな。怪獣。当たり。実はバルタン星人だったりして。うん、それってどんなやつ？あれ、知らないの？うん。あ、じゃあ試しに送ってあげようか。いらないわ、そんな変なの。知りもしないで変なのはないだろ。だって可愛くなさそうなんだもん。まあ可愛いとは言えないよな。ねえ、本当は何なの？本当は？いいじゃない、教えて。ねえ、バイク。バイク？ほら、俺が欲しいって言ってたバイクのプラモデル。あ、バイクの。で、買えそうなの？うん、今度の給料でちょうど貯まるんだ。そしたら会いに行けるよ。うん。それまでは僕の作ったプラモデルで我慢してくれる？また送ってくれるの？いや、いいんだ。この模型は僕の愛を乗せて一足早く君の元へ行くんだ。もしもし？大丈夫？あ、ひどいな。なんか心配になってきちゃった。やだな、冗談で言ってるんじゃない。え、冗談なの？ん？いや、愛してるってとこだけは本当だけど。うん。みゆきは？うん、まあ私もね。あ、誰か来た。あ、じゃあ切るね。うん、ごめん。じゃあ今度は僕の方からかけるから。うん、わかった。無理しない。
ないでね。うん、ありがとう。おやすみ。おやすみなさい。ひろあき、悔しいよ。優しさって何なんだよ、畜生。またかよ、お前。これで何回目だったっけ？こっちは優しさのセールスやってんじゃねえんだよ。偽ブランド品つかまされたババアみたいなこと言いやがって。わかったわかった。ほら。うん。なんだあれ。ん？ああ、今度買うバイクの模型。おい、よせよ。お前ハルトすっ壊しちゃうんだもん。ケイチ。あれ？ん？うん、あれ。で、どうすんの？あれは。うん、岩手に送る。お、おい。いいよな、ひろあきは。文通と電話だけでこんなに盛り上がっちゃってさ。おい、どっから持ってくんだよ、こんなもん。いや、文通ってそんなにうまくいくの？会わない方がうまくいくの？そんなことないよ。俺だって会えるもんなら今すぐにでも会いたいよ。じゃあ会いに行きゃいいじゃないか。まどろっこしいんだよ、文通なんて。そういうもんじゃないんだよ。何が？もっと大切に焦らずに温めていきたいんだよな。ああ、やってらんねえ。なんだよ、人がせっかくお前のために愛の大切さを教えてやろうとしてんのに。余計なお世話だよ。それよか電車で行けばすぐじゃんか。俺はね、自分の力で行きたいの。電車だって自分の力で乗るぞ。人の手借りるか、お前。絡むね。絡むよ。だから振られるんだよ。ほっといてくれ。ま、とにかく俺は彼女の両親に会って彼女にこれを渡すんだ。ん？これってもしかして指輪？もうそんなところまで話いってんの、お前ら。まあ一方的にだけどね、俺の自信あるんだな。でなきゃ恋愛なんかできやせんぜ。おい、どうした？今ので悪酔いした。寝る。おい、こんなとこで寝るなよ。手遅れ。起きろよ。お前明日会社あるんだろ。おやすみ。おい、ほら。おはようございます。よう。おい、着いたぞ。しっかりしろよ、おめえは。あと待て。おい、大丈夫かよ。会社休む。
丈夫かよ。気持ち悪い。頼むからこんなとこで吐かないでくれよ。あら、のぶくんどうかしたの？あ、おはようございます。具合でも悪いの？こいつもいろいろあって。あら、また失礼。やっぱわかります？だっていつもじゃない。はい、これ約束のお団子。あ、どうもすいません。うわあ、これ甘そうだ。大丈夫？ええ、きっと大丈夫ですよ。そう？ナオミ、ナオミ、何してんの？出てきなさい。あ、ひろきくん、おはよう。おはようじゃないでしょ。どうしたの、その格好は。いいじゃない。仕事は？有給。もう本当に先が思いやられるわ。いつからあんな子になったのかしら。わがままで落ち着きがなくって。いや、そんなことないですよ。やっぱり平明くんみたいにしっかりした人のところにお嫁に行かないとダメね。いや、僕なんかしっかりなんかしてませんよ。うん、しっかりしてるわ。だってちゃんと一人で生きてるじゃない。いや、でもほら、お団子はおばさんの世話になってますよ。何言ってんの。じゃあ、気をつけてね。平明、何やってんだよお前。なにこれ。え、ああ、小包ですけど。なんで全面に宛名あるの。いや、その方が分かりやすいかなと思って。かえって分かりにくいじゃない。ところで差出人は。あ、忘れてた。親父、おふくろ、俺結婚しようと思ってるんだ。彼女名前を織部美雪って言ってね、とってもいい子なんだ。今家の都合で岩手に帰ってるんだけど、俺バイクを買って彼女を迎えに行こうと思ってる。決めたんだ。きっと彼女を幸せにする。
なんか今朝お母さんが変なこと言ったみたいでごめんね。いや別に気にしてないよ。そう、でも勝手に私と結婚しないかみたいなこと、ひろあきくん迷惑だったんじゃない？まあそれはそれで嬉しいもんだけどね。本当？本当にそう思う？うん、少なくともダメなやつと思われてないってことだろ。あ、うん。じゃあ俺用があるからこれで。ねえ、せっかく天気いいしこれから天神山に行かない？天神山？うん。どこそれ？河口湖の見下ろせるところ。河口湖？うん、景色がとっても綺麗なの。ねえ一緒に行ってみない？今から？そう、平日だし車なら2時間ちょっとよ。待ってて、鍵持ってくるから。あ、ちょっと待ってよ。悪いけど俺これから用があるんだ。だから今日は。それって大事なの？え？それとも私の誘いを断る口実なの？違うよ、本当に用があるんだよ。そういえばこないだ私のプレゼントを受け取ってくれなかったね。私ってひろあきくんにプレゼントをあげる権利もないのかな。なんでそんなこと言うんだよ。まあいいけどね、ひろあきくんの彼女と比べたら私なんかね。なんだよそれ。私知ってるのよ、彼女確か岩手県に住んでるのよね。会えるのも年に数回なんでしょ？よく知ってるね。そんなんで恋人って言える？お互いどんなに好きって言ったって結局手紙や電話で作り上げたイメージの彼女が好きなんじゃないの？そんなのきっと嘘よ。あのさ、なんで嘘だって言えるんだい？彼女の気持ちも俺の気持ちも知らないくせにさ。人の心ってそんなに軽いもんかな。もっと深いもんだと思うけど。でなけりゃ人と人なんて付き合っていけないよ。それに俺本気で彼女が好きなんだよね。ここまで人を好きになったことってなかったしさ。きっと本当に好きなんだよね。他人が分かんなくても本当に好きなんだよね。だから受け取れなかったんだよ。嬉しいんだけど、それ受け取るのって誰のためにもならないんじゃないのかな。なんかごちゃごちゃ言っちゃったけど、俺本当に用があるんでこれで。電話。はい、松下ですが。あ、工場長。集金ですか？今ちょっと手が離せなくて。どうもすいませんです。バーカ、なんで俺が集金に行かなきゃなんねんだよ。いいよな、ひろあきは。俺も有給取りゃよかった。
はい、技術です。はい、おい松下、また電話。ちくしょう、しつこいな。絶対出勤なんか行かねえぞ。もしもし、あ、千春ちゃん。私、阪急でこれから帰るのね。それで悪いんだけど、何かうまいこと言って車で送ってくれないかな。うわー、なんて千春ちゃんついてるんだろう。俺ね、ちょうど今から集金に行くところだったんだ。あ、本当？ラッキー。じゃ乗せてってくれる？うん、任せて。うん、じゃ。あ、工場長、私、集金に行きます。いいえ、私に行かせてください。一十百千万十万35万。俺も信用されるようになったんだな。ごめん、待った？いや。ねえ、すぐ行って。うん、3時までで行きたいところがあるの。うん、それにこんなの見つかったら大変だもんね。そうね、まず首よね。こんにちは。あれ？どうしたんだこんな時間に。休みか？ええ、ちょっと墓参りに行ってきたんですよ。ああ、そうか。今日はご両親が食中毒で亡くなった日だったっけな。む、吉田さん、交通事故ですよ、交通事故。わかってるよ、冗談で。悪かったよ。おお。で、ここへは何しに？あ、いや、あいつの顔見に来たに決まってるじゃないですか。何、あいつの顔で。明日にお前のもんだろう。いや、でもね。なんだよ、吉田さんのような人間は金積まれると誰にでも売っちゃうから。俺怖いんですよ。バカ野郎、俺はちゃんと約束だけは守るぞ。お前の方こそお金大丈夫なんだろうな。俺やっぱり金のことだけ。こいつはまったく。おっとっとおっと、おい。持ってこいよ。え？あ、いや、いいですよ。だって明日には俺のもんなんですよ、こいつ。だったら今日のタッと同じじゃないか。いや、そういうもんじゃないんじゃないんですか。遠慮することなんかないって。いや、でも俺下手だから転んだりしたら悪いし。そしたら今日すぐ買ってもらうから俺は構わねえぞ。いや、俺の方構うんですよね、そういうのって。まさか今更買わないなんて言うつもりじゃねえだろ。あの、そうやっていじめると俺言いますよ。はい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 。いるんだよな、速い車のくせに遅いやつって。勘弁してよ、間に合わないじゃない。おい、こっちは急いでんだぞ。行けよ、クソゼット。あ！おい、僕ちょっと、あれだ。やだ、こんなのに関わらないでよ。僕もそうしたいんだけど。ブー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 、うるさかったぜ。おかげで中耳炎が再発しちまったよ。僕も中耳炎なのかな。おいろって言ってんだろ。開けろよ早く。
僕が彼らと話をつけてくる間、君は車の中でじっとしていろ。あら、カッコつける必要なくなったね。え、僕は。おお、その代わりカッカ来ちゃったね。はい、笠井です。あ、平木くん。あ、今朝でもすみませんでした。お団子ありがとうございました。うん、そんなのいいの。それよりそっちに直美行ってないかしら。え、いや来てませんけど。そう、どうしたんですか。うん、大したことじゃないと思うんだけど。なんかあったんですか。うん、自殺するってメモ残していなくなったのよ、また。うん、大丈夫だと思うわ。前にも一度こんなことがあったし、多分いつものいたずらだと思うんだけど。いや、でも。ただちょっと今交番が忙しくって。わかりました。じゃあ心当たり探してみます。そうしてもらえると助かるわ。はい、じゃあ何かわかったら連絡します。ごめんなさい、よろしくね。はい。探すったって。ああ、やっぱり来てくれた。ねえ、ほら、ここ綺麗でしょ？私が言った通り。私、嫌なことなんかがあると、ここに来るの。なんか、スーッとするのよね、気分が。怒ってる？怒ってる。ごめん。
でも私かけてみたかったの。ひろあきくんの言う通り、本当に人と人って信じられるのかなって。こんな私でももし心配してくれるなら探して見つけ出してくれるのかなって。当たり前だろそんなのは。人を試すみたいな変なことするなよ。うん、君は一人じゃないんだよ。心配してくれるご両親や友達だっていっぱいいるじゃないか。うん、ひろあきくんの彼女って本当幸せね。え？ううん、私これでスーッとした。ひろあきくんのこと諦める。だって私には本当もったいないもん。何言ってるんだよ、俺よりもっといい奴がいっぱいいるよ。そうよね。うん、よし頑張る。あ、ところでもし僕が見つけなかったらどうしてた？一生恨んでたね、きっと。じゃあ死ぬ気なんかなかったんだな。当然、人生思いっきり楽しんじゃうわ。もしもし、林工業ですか？葛西です。はい、見つけました。無事です。天神山って言って、河口湖の見下ろせる。あ、はい。あ、その辺の事情は後でちゃんと話します。ええ。3時半頃には戻れると思いますから、心配しないでください。はい？何ですか？今度は登るですか？信夫！ひろあき、集金して千春送ってたらチンピラに絡まれて。自業自得だよ。それで集金の金は？取られた。いくら？35万。35万？どうしよう。どうしようって、なんですぐ警察に行かなかったんだよお前。どうせ金なんて戻ってこないよ。それに俺警察と相性悪いし。
このこと工場長には言えないよ。なんで？だって金取られたの競馬場のそばで、俺の昔のギャンブル癖有名だし、使い込んだって疑われてクビになっちゃうよ。何言ってんだよ、本当に取られたんだろ？取られたの本当だよ。でも相手も分かんないし、だいたい会社と反対方向、女と二人でドライブしてたなんて言ったら弁解できないよ。ひろあき。なんだよ。どこ行くのよ。病院だよ。いやだよ、俺警察の次に医者が嫌いなんだよ。もうだだこねんなよ。はい。なんか帰る途中チンピラに絡まれたらしくて。ええ、打撲と足の捻挫だけですけど、頭も打ってるんで念のために今晩は入院するそうです。はい。え、はい、いえ、35万ですよね。大丈夫です。工場長に連絡しといたよ。明日もゆっくり休んでいってさ。まいったよな。何が参っただよ。相手見て喧嘩しろよな。信じらんねえ。何が？本当に自分だけ逃げちゃうんだぜ。え？ああ。前からバカにされてるとは思ってたけど。そんなの分かんないだろ。もしかしたら彼女誰かに助けを求めに行ったのかもしれないじゃん。でも現に俺誰にも助けられてないぜ。まあそりゃそうだけどさ。もう人なんて信じらんねえよ。お前やって腹ん中じゃ何考えてんだか。何が言いたいんだよ。はっきり言っとくけど、少なくとも俺は人を信じてるつもりだし、信じるべきだと思う。理想だね、そんなのは。そうかもしれないけど。理想だよ、みんな自分だけなんだよこの世の中は。何見切ったようなこと言ってんだよ。だいたい今回のことだってお前が人の信頼を裏切った挙句のことなんだぜ。分かってんのかよ。関係ねえよ。ま、お前みたいに人の信頼に応えられないような奴は人を信じることもできねえだろうな。そんなもん、そんなくだらねえものいらねえよ。ああそうかよ、なら今回のことも自分で何とかしろよな。自分で撒いた種なんだからよ。俺も知らねえからな。安心しろ、てめえなんか誰が頼るか。たっかのタコ。
織部さんのお宅ですか？葛西ですけど。私、あ、もう10時過ぎてるのにかかってこないから心配しちゃった。うん。どうしたの？ちょっとかけるのに勇気がいったんだ。何かあったの？うん、いろいろあってちょっとね。ちょっとって？どうせ言わなきゃならないんだし、先に言っちゃうけど、バイク買えなくなった。どうして？うん、詳しいことは今。それより、うん、下手すると電車でも行けないかもしれない。なんで？ごめん、試した金全部友達に貸しちゃったんだ。バイクのお金を？うん、ただ俺どうしてもそいつのことほっとけなくて。なんやかんや言っても俺の一番の親友なんだ。根はすごくいいやつなんだよ。それに金は必ず返すって言ってるし。まあ誰かに金を借りれば会いに行けないわけじゃないし。あ、そうだよ、その手があったんだ。私、え、何があったのかわからないけど、私はこうしてひろあきさんの声が聞けるだけでいいの。みゆき、無理して来てもらってもちっとも嬉しくないよ。それにバイクなら一足先に来るじゃない。私それだけでも嬉しいの、本当に。俺お前のこと好きになって本当によかった。よし、決めた。俺必ず行く。明後日必ず行くから予定通り開けとけよ。どんなことがあっても必ず行くから、一年で一番楽しい日にしよう。いいな。でもよかったわね、35万無事で。ん？ほら、ひろやきくんに頼んだ35万、工場長も本当にほっとしてるの。何のこと？集金のお金よ。俺知らないよ。あら、じゃあ何なの、あのお金。どういうことだよ。どういうって、今朝の分頼まれたって持ってきたの。受け取りなかったからおかしいなとは思ったんだけど。あいつ、あのバカ野郎、言ってることとやってることが違うじゃねえかよ。ちくしょう、くだらねえもん売りやがって。ああ、確かに売られる方も迷惑だぜ。まったくバカにするのもいい加減にしろよ。自分ばっかりいい格好しやがって。何一人でブツブツ言ってんのよ。ちょっとどこ行くのよ。そうだ、お前も来い。お前？そう、お前だよ。早くしろ。
すいません。散々待ってもらったんですけど、あれやっぱり買えないんです。吉田さんに迷惑かけた償いはきっとします。バイクもいつかきっと買います。いいよ、いいんだよ。ひろあき、すいません。そう平謝りされると困っちゃうんだよな。いやでも俺が悪いんだし。もう売っちゃったんだ。え、さっき売っちゃったんだよ、22万現金でポーンとね。しょうがないよな、金持ってこられちゃ。ほら俺金積まれると誰にでも売っちゃうから。なんだそうだったんですか。だからね、ラッキーだったんだ。そっか、なんか心配しちゃって。うん、悪いね。いや俺こそ。うん、そっか。あれ買ったやつ、いいやつだといいな。ああ、すっごくいいやつだよ。ほんといいやつだよ、あいつは。そうですか。お前ってほんとバカな。俺みたいなやつのために大切な金使っちまってよ。彼女迎えに行けなくなったらどうする気だったんだよ。くだらない心配なんてしなくていいよ。俺だって自分のことくらい自分で片付けられるさ。それに工場長に本当のこと言ったら分かってくれてね。なくした金は毎月の給料から天引きで返せばいいってお前の金を返してくれたんだ。だからこの XL2 班お前に買ってやったぜ。ありがたく受け取れよ。岩手は遠いぞ。気をつけていけよ。彼女によろしくな。追伸、お前が金を立て替えてくれたこと一生忘れない。ありがとう。ノブオ、thank you.
焼き付け